오! 通覚も奪われたらしい。人からどんどん遠くなるな。あと二人。ミハイルには言うなよ。敵軍の基地を殲滅したゼロは、司令部に残された砂の神殿の情報を入手した。しかしそこは、人の侵入を拒む灼熱の地獄だった。暑い。我慢できん。砂漠からの熱の反射がより体感温度を上げておるのでしょう。さあ、いつでも全裸になってくだされ。僕とはちっとも構いませぬ。さあ、さあ、さあ。なんだ、眩しい、暑い。急に日が差してきましたね。どうにかならないの、この日差し。やる気も体力も吸い取られていくんだけど。気のせいじゃない。この日差しおかしいぞ。魔法で太陽光が強化されているのでしょう。また便利な魔法か。メドが出る。どこかに日光を強化させている魔導士が隠れております。そういう戦い方僕嫌いだな。私がギッタギタに切り刻んでやる。そうこなくちゃ。日陰に入って体力を回復させましょう。
こいつらがあのクソ熱い太陽を作った勉強だな。やってやる。あっちの方にも魔術の太陽が出てきましたぞ。次から次へと、うんざりにも程がある。ほへへ、この毒々しい日差し、さすがに慣れてまいりますな。消耗を避けるため日陰を歩きましょう。どうした？いつもと違ってひどく無口だな。いや、暑くて。では明るい話題。私めの今朝の任務です。余計気がめいるよ。ゼロ様、日差しは大丈夫ですか？全然大丈夫。たかが太陽にひるんでたまるか。お無理はいけません。日陰を選んで歩きましょう。こんな歩き方しなきゃならないんだ。太陽に当たると体に毒なんだから仕方ないでしょう。僕ら使徒はゼロと違って不死身じゃないし、用心しなくちゃ。めんどくさいな、まったく。ゼロ様、足元お気をつけて。ああ、もう長い。いつまでこのエリアは続くんだ。旅は愛欲と同じ。査定は長くとも、果てることはあっという間でございます。全然わからない。今深いこと言ったみたいな顔するな。辛そうだな、ベガード。辛い。しかしゼロ様のために。
でかくて暑苦しいのが来たの。苦手な要素が一つも入ってる。潰して次行くぞ。この先が砂の神殿か。死にそうだったんだけど。だってあそこ歌の力で壁ができてて、ゼロたちが敵を倒してくれるまで入れなかったんだよ。でもその間に近くの砂漠でちゃんとおしっこしておいたから。ゼロの言う通りにおしっこした後に砂かけておいたから。
そうか。ようこそ、皆様。トゥトゥー様はちょっとお疲れのようでして。いやあ、なんて言うんですか。ほら、私って美形じゃないですか。しかも夜の営みも日替わりでお楽しみいただけるよ。トゥトゥー様は、今夢の中においでです。あまり無粋な真似はされぬよう。自我が崩れたか。不完全だったんだ。歌の力に耐えられる肉体を持てなかった。トゥーをよこせ。楽にしてやる。それはできかねますね。お前、自分が何しているのか分かる？もちろん、分かりませんよ。なんせ私、バカですから。今はただ、トゥー様の意志を粛々と実行するだけですね。あなたを殺せ、という意志を。確かにバカだ。はい、トゥー様、あーんってしてください。そうそう、いいですよ、その調子です。ナリタモーレ、ナリタモーレ、第二の歌、イニシエのカイナ、因縁を断ち切りし、鉄風の嵐、忠誠を誓う鋼の剛剣、あまたにうごめく屍を乗り越え、我が戦闘の名において踊れ、エグリゴリ。気色の悪い青病団を出し上がって、状態よりは役に立つと宇宙様が言っておられますよ。あ、ちなみに氷点の真ん中がくびれているのは、そこで一回大要素の順列をつけるためなんですよ。知ってましたか。もっともらしくデベルに来てんじゃねえよ、バカ。バカ、失礼だな。私は心が広いから大抵の暴言は許してしまうんですけど、失礼だな。ねえ、宇宙様、バカはバカだ。そのバカのバレ事にいちいち感心して魂を抜かれたチューはもっとバカだけどな。トゥー様への批判はやめろ、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 やめろ。
ギトーもいると厄介だな。仲良くなろう。無理です。あのキューって人どうしたの？自分の力に負け込んで歌の力に抗うには強い精神力も必要。それを持てなかった。治るの？治らない。それにどうせ殺す。あちゃー、負けちゃいましたか。じゃあ、
この素晴らしい魅力を持った私セントが次に使えるのはゼロ様ということですね。トゥーの後を追おうと思わないのか。まさか。歌姫に仕えられるのであれば誰でも構いません。何せ私は大バカ者ですから。Thank you.